Messieurs et madame. Remerciements particuliers à @ Clara Loulette. よくこんなジャンク品ですを作れるもんじゃな。驚くほど器用だな。痛くねえのかな。それよりレアなジャンク品を持って行ってないでしょうね。 山道は険しい。ジャンプメカを使って進もう。だな。足元にも頭上にも注意してね。 よくこんなジャンク品ですを作れるもんじゃな。驚くほど器用だな。痛くねえのかな。それよりレアなジャンク品を持って行ってないでしょうね。 山道は険しい。ジャンプメカを使って進もう。だな。足元にも頭上にも注意してね。 寺の巣だ。頭上に気をつけろ。高いとこからずるい奴らだぜ。
作品で巣を作れるもんじゃな。驚くほど器用だな。痛くねえのかな。それよりレアなジャンク品を持って行ってないでしょうね。どこからずるい奴らだぜ。道は険しい。ジャンプメカを使って進もう。だな。足元にも頭上にも注意してね。国王軍の基地に不用意に近づかない方がいいぞ。でもお宝とか隠してそうじゃんか。貴重な品は保管されているだろうが、侵入者には容赦がない。もし入るつもりなら王子がこっそりと言ってくださいね。この世界は本当に広いですな。
かしこの世界は本当に広いですな。乗り物がなかったらと思うとゾッとしますぞ。昔はもっと広かったのに乗り物なかったけどな。魔物たちは普段何をしているんだ。聞いてビビるなよ。人間たちが通りそうな場所に落とし穴を掘ったり、チーフなんてこの前漫画を盗んできたんだぜ。いやあの時は話しましたぞ。どうだ、悪だろ。リードが出るメカ。この辺りはどういう地域なんじゃ。いくつかの町と国王軍の基地、それと野党のアジトがあったはずだ。国王軍に野党か。なかなか厄介そうじゃな。その通りだ。気を抜かずに進む。
べられる植物と食べられない植物があるんだ。消化できるかどうかが大きい。あとは有毒かどうかという問題もある。要するに腹が弱いんじゃな。魔物は腹が強くて何でも食べられるんだな。さすがだ。そんなわけないじゃん。そうか。見て回ることってできるのかな。想像もつかんない。だが興味はある。私も誰も知らない何かを発見できたら楽しいよね。せっかくの旅だ。気になった場所は見ていくか。不用意に近づかない方がいいぞ。でもお宝とか隠してそうじゃんか。貴重な品は保管されているだろうが、侵入者には容赦がない。もし入るつもりなら王子がこっそりと言ってくださいね。もし敵に突然襲われたら慌てず距離を取るといい。そしてそのまま逃げて。迂闊に逃げると背後を狙われる。状況を冷静に見極めるんだ。そういうの苦手だ。あたりは地図でいうとサンドランドの中心に近い場所だ。じゃあここからいろんなところに行けるんだな。それがそうでもない。険しい岩山で南北の移動は容易じゃない。便利ではないのじゃな。
王子、サンドランドには小さな洞窟がたくさんありましてな、中には使えるものが残されていたりするのです。そうなのか。見つけたら入ってみようかな。壊れてるみたいだな。直せばあたりに素材があれば直せそうだな。周りの情報が分かるな。ジャンカー崩れが多いな。高低差の多い場所だ。上からの攻撃には気をつけろ。上からなんてズルは許さねえぞ。
より小高い岩場を見かけるだろう。実はその上には使えるものが残されていたりするのだ。王子のジャンプ力でも届きそうにないですな。チェ、もっと高くジャンプできたらいいんだけどな。めちゃくちゃ入り組んだ山だな。そうですな、迷子になりそうですぞ。私もわからなくなりそう。Thank you.
あたりは地図でいうとサンドランドの中心に近い場所だ。じゃあここからいろんなところに行けるんだな。それがそうでもない。険しい岩山で南北の移動は容易じゃない。意外と便利ではないのじゃな。旅人はこのような特徴的な岩などを目印に進むことが多い。そこを狙って野盗が待ち伏せるのが奴らの常套手段だ。今もそこの裏に潜んでたりして。空を飛ぶ敵には気をつけてくだされ。なんとかして撃ち落とすか。降りてきた瞬間を狙うしかないな。ほっと。もし敵に突然襲われたら、
慌てず距離を取るといい。そしてそのまま逃げて。迂闊に逃げると背後を狙われる。状況を冷静に見極めるんだ。やあ。やあ。ほった。以前は人の往来の多い地域だったが、今ではすっかり寂れてしまったな。整備されていた道はなくなり、代わりに危険な生物が増えた。人間が減るのも考えものじゃな。水が戻ったらまた増えるんじゃね。以前は人の往来の多い地域だったが、今ではすっかり寂れてしまったな。整備されていた道はなくなり、代わりに危険な生物が増えた。人間が減るのも考えものじゃな。水が戻ったらまた増えるんじゃね。それにしても暑いな。王子たちは平気なのか。まあこのくらいの暑さならな。それに寒いよりはいいじゃん。わしも寒いよりは暑い方がマシですな。魔物はみんな暑さに強いものなのか。そうでもないさ。スライムなんか暑さで干からびちゃったし。なあバイクってそんなに速いのか。飛行機以外だと私が知ってるメカでは一番かな。すげえ、絶対俺が運転するからな。はあ、楽しかった。私の手伝いはここまでだね。あとはいつも通り必要なパーツを揃えて持ってきて。
いいけど、設計図なしで作る。私のバイクだよ。全部頭に入ってる。くま。そっか、わかった。何かしていく？いらっしゃいませ。ありがとうございました。やあやあ、
この前来た時、そうだ、ちょっと面白いものが手に入ったから、お前にも分けてやるぞ。珍しいものを見つけたら持ってきてくれよ。俺もいいもの用意しておくからさ。うん、何かしていく？わあ、うん、新品同様。いつもながらいい腕だ。これで早く乗ってみようぜ。車フレームが見つかるといいな。やはり足らないか。どうしたんだよ、じいさん。難しい顔して。おや、ベリゼブブか。実はこの頃スピノ町にも少し活気が戻ってきてな。へえ、よかったじゃん。うん、それでこれを機に一つ町を整備しようと思っておるのだが。いいこと尽くしのように思えるが、何か問題があるのかね。橋や建物を作る建材が不足しておるのだ。当面はそこらの瓦礫を切って貼ってすればなんとかなるが、所詮はスクラップ。
もう少し丈夫な素材が欲しくてな。よくわかんないけど大変なんだな。少しでもラプトル鋼が手に入れば話も違うのだが。ラプトル鋼？なんだそれ。ラプトル種の鱗を混ぜ込んで鍛えた金属のことだ。成形しやすく、それでいて通常の鋼材より強度もある。ボルトやナットはもちろん、ハゼ折りカシメで加工すればパイプなどにもできる万能素材だ。お前さんたちのメカの強化にも使われておるぞ。え、マジで？急に食いつきが良くなりましたな。メカがもっと強くなるってんなら探すの手伝ってやるよ。おお、ベルゼブブたちが協力してくれるというのなら心強い。しかしラプトル鋼は自然には存在しない鉱物だと聞く。腕のいい加工屋の手で鍛錬され初めて出来上がるとか。じゃあ加工屋ってのを連れてくればいいんだな。腕のいい加工屋？おお、そうだ。わしの昔馴染でノロスという腕のいい職人がおってな。タルボ町で加工屋を営んでおるはずだ。行って話を聞いてみてはくれないか。タルボ町のノロスだな。わかった、行ってみる。おお、助かる。ではわしは今できる範囲で町の整備を進めておくよ。おわ。おお、お前か。ここでならじっくり攻略本を書くこと。一応礼を言っておく。この前はありがとう。
ボ町は鉱山に集まった採掘民たちが作り発展した町だ。しかし水が枯れてからは。鉱石処理が難しくなり、少しずつ人が離れてしまって廃れつつある。それにしても暑いな。王子たちは平気なのか。まあこのくらいの暑さならな。それに寒いよりはいいじゃん。私も寒いよりは暑い方がマシですな。魔物はみんな暑さに強いものなのか。そうでもないさ。スライムなんか暑さで干からびちゃったし。昔と今で人間は少しくらい成長したのだろうか。ちーとも変わっとらん。愛も変わらず争い事ばかりじゃ。あ、でもゲームはだんだんすごくなってるぞ。今や作れるものがいないゲームが唯一の褒めどころか。皮肉なものだ。砂漠の夜はかなり寒い。防寒の備えも怠らないことだ。俺たち魔物は多少なら大丈夫さ。人間こそ弱いんだから気をつけろよ。確かにより危ないのは人間の方か。十分気をつけよう。中にいるのか。魔物の里の近くにもいたし。王の都を中心に配備人員が多いな。離れた場所にはまちまちだ。あとは各地への配給のために運搬を担う者たちがいる。里の近くを通る連中がそれかもしれん。
当時サンドランドには小さな洞窟がたくさんありましたが、中には使えるものが残されていたりするのです。そうなのか。見つけたら入ってみようかな。国王軍の基地に不要に近づかない方がいいぞ。でもお宝とか隠してそうじゃん。貴重な品は保管されているだろうが、侵入者には容赦がない。もし入るつもりなら王子がこっそりと言ってくださいね。国の中心地である王の都の近くには意外とジャンカー崩れが多い。食い詰めたジャンカーたちがおこぼれに預かろうと流れてくる。みんなで都を乗っ取っちまえばいいのに。ひととき胸がすくかもしれないが、それでは今以上に悪い国になりかねん。おっさんはサンドランド中のことを知ってるのか。若い頃はいろいろな場所を訪れた。知らない場所も多い。だったら旅を楽しめるな。だといいが、人間の私にそんな余裕はないな。
どこを見ても砂漠さ。里の近くにもいたし、ラプトルのボスじゃ。素手で戦うのはおすすめしかねますな。近くにもいたし、王の都を中心に配備人員が多い。離れた場所にはまちまちだ。あとは各地への配給のために運搬を担う者たちがいる。里の近くを通る連中はそれかもしれんが、この砂は一体どこに流れていくんじゃろうな。さあな、これほどのものは我々の理解を超えている。千年後ぐらいならわかるかな。今は行けない場所もいずれは行けるようになるかもしれん。思い出したら戻ってみるか。中のことを知ってるのか。若い頃はいろいろな場所を訪れた。だが知らない場所も多い。だったら旅を楽しめるな。だといいが、人間の私にそんな余裕はないな。
んとも険しい渓谷じゃな。よほどの身体能力がなければとても登れるものではない。そのためのメカだろ。王子、砂に飲まれているぞ。一度出直そう。知ってるのか。若い頃はいろいろな場所を訪れた。だが知らない場所も多い。だったら旅を楽しめるな。だといいが、人間の私にそんな余裕はないな。ほっとら。叶わない敵と出会った時は逃げるのも一つの戦略だぞ。俺に叶う奴なんているもんか。かもしれんが、万が一に備えて覚えておくといい。わかったよ、覚えておく。強い敵に出会った。仕事終わったぞ。さすがだな、助かったぜ。ほら謝礼だ。おい、また頼むかもしれねえが、その時はよろしく。また頼むかもしれ。ほっと。
岩場など狭い場所での戦闘は死角に注意した方がいい。うっしゃ。そういえば、この地域にも下地流が出ると聞いたことがある。そういう話は早く言わんか。おじ、すぐに離れましょう。下地流は縄張り意識が強い。その分縄張りからはあまり離れない。つまり、俺のボスじゃ。素手で戦うのはおすすめしかねますな。道に迷った時は地図を見ると良いですぞ。ああ、道を間違えると戻るの面倒くさいからな。バイクが砂に沈む前にスピードを上げるんだ。今度こそ賞金をいただくんだ。はい。どうだ、やったか。シーフ、おっさん。ああ、
なんとかな。一体何が起こったんじゃ。バカどもが懲りずに喧嘩を売ってきたんだよ。悪魔の王子にな。それで怒ってるか。すごく怖い顔でこっちを睨んでる。おっさんとシーフはメカを頼んだぞ。王子は？あいつらをぶっ飛ばす！待て。
本当に泉なんてあると思うか。さあな。でも俺はあのおっさんを信じるぜ。あいつがあるって言うんなら泉はありそうだ。もし見つけたら俺たちも泳いでいいか。息子たちは泳いだことないんだ、スイマーズなのに。好きにすりゃいいだろ。あと一人。ずいぶん来ちまった。鬱陶しいことさせやがって。
隠れるとこがねえじゃんか。でかい岩山があるぞ。急げ。なんで奥が明るいんだ。よし、かかった。王子はどこまで行ってしまったのか。携帯型の無線を持たせるべきだったな。呼んだか、シーフ。ポーズシャー。わしゃ呼んどらん。これは…王子か。一体どこから。悪魔は脳だけで話ができるって言ったろ。分からん。どこだ。泉だよ。幻の泉を発見したんだよ。
本当か？本当に泉なのか？すまん。で、場所は？待ってろ。今誘導してやるよ。こちらアレです。少しよろしいでしょうか？なんだアレ将軍、直接私に電話してくるなんて。食事中なんだよ。芝は退治したんだろうね。先ほどゼウ大将軍に伺ったのですが、30年前のピッチ人と戦車隊の壊滅作戦は王様のご命令だったとか。なんでこんな時にゼウは、そんなことを。違うよ。その計画は全てゼウ大将軍が考えたんだからね。
失礼しました。はい、芝は現在まだ捜索中です。では。本当だったぞ。芝将軍に通信をつなげ。何？この岩山の中に？なんと！信じられん。こいつはすごい。だろ？どうだ、参ったか。手分けして探検しようぜ。